こんばんは。あ、聞けた。こんばんは、たまん。チョコボール持ってきた2個。てかさっきさ1個食べた1箱1個。あ、100回目の訪問の方やらありがとうございます。ね、エールジュース見てたの。エールジュースはあらなんだっけ、ユーザーズワンしか見てない。ビナーズ見てない。ウィナーズとルーザーズ2見てない。こんばんは。お、トガタムズ109人、ありがとう。キントロープすごかった。2連続チャンピオン。どうで、金が銀出たことあるよ。銀が何回か。ゾームの方ありがとう。リベンジで憧れしなかった。何のリベンジ。ちょっと銀出てよ、昨日私。金を持って確率低すぎてさ、いやちょっと大変よ。金は5枚。うん、よかったので110人、ありがとう。ありがとうございます。ありがとうね。使い回してない。使い回してないよ。使い回してるわけないでしょ。結構進んだよ。もうちょっとかな、長さ。もうちょっと作った。まあまあ。お、許可たまず111人。ありがとう。ありがとうございます。いい感じだよね。結構進んできた。なんか LGS さ、決勝さ1時何分からあると思ってたの。今日見てなかったからさ、大会スケジュール、大会スケジュールか思ったら1時なんだね、朝。何よ。やつに夜中にやるのかと思ってた。まあ、私現地時間で考えたらそのぐらいか。こんばんは。しなかった分早め。そう、今日昼できなかったごめんね。アラームで起きたんだけど
もう眠すぎてさ、起きれる気がしなくて、また。LCS はね、あのルーザーズ1だけど、ウィナーズとルーザーズ2は見てない。見てました。だっけ？昨日トロップが2連チャンピオン取ったの。めっちゃ良かった。ミカ6位が団子状態？あ、ほんとだ。近いね、ポイント。めっちゃ上げてきた。さっき、二玉目変えた。なくなったか。カタムズ112人。ありがとう。ありがとうございます。コメントありがとうございます。ありがとう。慌てて買い物から帰ってきた。ギリギリすぎてごめんね。お知らせ今日。褒めてきたよ。チーの方ね、300万ポイントいってたの。そういうね。トポは、もうちょいあんなら、あと、上を見てください。あと3、4段ぐらいみたいな。こう、下をさ、折り返して使うから。あと3、4段ぐらいあんだろう。バスするんじゃないかな、もしかして。もうちょっと長さ欲しい。こんばんは、アダマ。また5位ね。5位内に入ると、アクションカメラ。撮影できるかな？無事に完成。頑張るわ。でも、いけそうな気もしなくはない。チョコボール全部食べたの？まさか。めっちゃ残ってるよ、まだ。今、2個持ってきたんだけど、ここに。あと、これ入れて、あと、19個ぐらい？ 6 個ぐらい食べた。うん。ゾーンの方ありがとう。食べ放題？まあ確かにね、自分でいっぱい。ゾーンの方ありがとう。これ食べ過ぎて服が黒く、なわけあるか。なわけあるか。まさか今日のご飯パンチこぼるじゃない。まあ大してないんだよね。あと食べる。別に買うたらもうどうかわからん。確かにここに一応あるか。こんばんは。許可たまず114人、ありがとう。ありがとうございます。雲狂うから糸で遊んでるようにしか見えない。遊んでるわけないでしょ。ちょっと編んでますよ、ほら。かぶっちゃう。服の色と一緒で。あった。編んでます。今日完成できそうな感じはするけど、あとちょっとなんだよね。タイミス。1時から1時間じゃん。そうだよね、1時間夕方ぐらい。
だよね、そんな朝からやらないか、決勝戦を1時間で7時からね、日本の配信が、解説の配信が7時半から今日が頭で115人、ありがとう、ありがとうございます。2度目の方もありがとう。それだけ支援、わあ、ユニクロ感じたギフト、フロマンさん、フロマンさん、ゴールデンクマタワー、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうね、ゴールデンクマありがとうございます、ありがとう。お、花火を170万ポイント達成、ありがとう、ありがとうね、ありがとうございます。ヨガタムズ116人、ヨガタムズも116人、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうね。今日は5月5日子供の日、5月5日って何食べる、子供の日って、ロマンス、ゴールデン、また鯉のぼりを焼いて食べる怖い怖いよ。お、許可保つ117人、ありがとう、ありがとうございます、ありがとうね。ゴールデンクマタワー、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうね、ありがとうございます、ありがとう、ゴールデンクマ、ありがとうね。みんなもあのゴールデンギフトたくさんありがとうございます、ありがとう。2度目の方、ありがとう、武器さん、ママ。ママだもん。だいぶできてきたけど、これさ、一番下をさ、こう折り返すの。折り返すから。もうちょっとさ、ほら。あれ、ちょっと、これだとさ、足りてないよね、まだ。もうちょっとだな。
もうちょっと頑張んなきゃ。美味しかった。リップするの。斜めなってないよ。こっからやり直すは嫌すぎるよ。118人、ありがとう、ありがとうございます。2度目の方もありがとう。こんばんは。9月6日は水亀座エータ流星群、エータ流星群来るの。9月6日明日見たことないんだよね、ちゃんと。見えたら見てみる。うん、水が目覚めた。初めて聞く。星見る？全然見ない。全然見ない。たまーに、たまーにでも見ないな。なんかこういうのがあるよって聞いて見ようかなと思って見ないことが多いな。ちょい定点カメラ、あ、間違えた、YouTube の点線カメラでみんなと一緒に見る。でも多いかも。なんか扇風機さ、消したら消したで暑い気もするんだよな。どうしたらいいんだろう、こういう時は。あ、こんばんは。2度目の方、初音の方、ああつけたり消したりすればいい。つけたり消したり。ああ。つけたり遠くに置くとか。遠くに。もう暑いなって思ってきたらつける。100キラありがとう、ありがとうございます。キラ星もポイントに。こんばんは、たまん。なんか、このまま折らずに被るんだったらいいけど、ちょっと、かわいいから。折らずに被るんだったら、このぐらいの、それちょっと暑いな、かけつけよう。みんな前の方101キラ投げました。101って投げれるの？100までじゃないの？投げれるの？え、天体観測大好き。いや、したことない。言わなし。いや、したことない、ないです。次乗ったら一緒あんまない。次乗ったら何に？お、119人、ありがとう、ありがとうございます。もういっぱい増えてるわ、嬉しい、ありがとうね。2度目の方、ありがとう。こんばんは、どうも。セブキつけたつけたり寒気がするんだな。うん、ちょっと下向けるとかむずい。お、今日買ったむず。120人。ありがとう。ありがとうございます。120人。
ダメな方もね。タコライス食べたこと、タコライスあるよ。タコライス大好き、私。美味しいタコライス。なんかすごいことになってるな。うん。プラネタリウムは一回だけあるかな、小学生ぐらいの時におじいちゃんと妹と一緒に佐賀の科学館みたいなとこ行ってプラネタリウムがあった気がする、見た気がする、さっきは見てないけど確か見たような気がする。ちっちゃい頃、小学生ぐらいだ。まあまあ、うん、妹と二人だけでさ、佐賀のおじいちゃんおばあちゃん家に行ったの。でもそれ最悪だったのがさ、いる間にさ、インフルエンザかななっちゃって後半全然楽しめなかった佐賀行ったの夏休みの間でね、もうちょっと。もう100回目の訪問ありがとうございます。ありがとう、そうもなかった、ありがとう。懐かしいな、夏休みに2人で行った。やっぱ寒いな、その時私は加減が弱でつけてるんだよ。ダメな方に、まだ100回じゃない、はい、何回だ、99回目だった。明日で100回じゃん、明日で100回じゃん。いっぱい来てくれてありがとう。こんばんは。プラネタリウムに行った、なぜかいつも寝てしまう。プラネタリウムはそのちっちゃい頃に行ったさ、1回しかないよ。覚えてないな、あんまり覚えてなくて、うん、そういう感じだったかも覚えて、でも行った記憶はあるよ、ね、プラネタリウムに。2度目の方ありがとう。佐賀の方言私話せないよ、だって佐賀住んでないもん。分かんない、でもなんかおじいちゃんおばあちゃんも変に喋ってるけど、なんかね、博多弁みたいな感じ。おじいちゃんおばあちゃんも福岡に住んでた時期が長いんだって、だから博多弁みたいな。佐賀と博多弁、博多弁と博多弁を混ぜてる。佐賀弁あんまよくわかんないんだけど、ミスターとかもさ、博多感じじゃん。佐賀の方言がそういう感じなのかもしれない。わかんない、佐賀の方言がまあまあ、身長シェカラシカ、シェカラシカは博多弁でしょ。こんばんは、休憩ちょっと、編み物休憩。うん、2度目の方になると思う。100回目の方ありがとうございます。いっぱい来てくれてありがとうね。まあまあ、なんとかばい、あ、ゆうゆう、なんとかパッテンとか、おじいちゃんおばあちゃんがね、
私たちは、私は読まないけど。ウイタは違うか。ウイタは全然博多弁と違うから言わないけど。めちゃめちゃ入った。こんばんは。チョコボール美味しい。昨日開けたやつがさ、まだいっぱいあるからずっと食べてる。シャガといえばかしわうどん。うどんってなんだ。なくなった。からでももう一箱持ってきたんだ。三葉の言葉に似てたけど、あのえどこらへん。なあごめん、今日3かな。うん、串ごとは甘辛い鶏肉をトッピングしたうどん。いや食べたことない気がするな。それが佐賀の佐賀すぐそういうの痛くなっちゃうんだよ。広島とか、あ、最近広島とか似てるのかな。え、わかんない。うん、意外とはいるね。当たり前でしょ、服クルシャツ一着だけじゃないから持ってる。あ、ピンク着てる。違うの着てますよ、毎日洗濯してる。昨日と同じ子だよ。一緒の子なのか。でも綺麗だったらいいんじゃない。昨日はピンクだった。オモール1週間は持つと、あと18くらいかな、あるはず。今食べてるの入れて、あと18個ある。もうちょいまだあるから大丈夫。3日で食べきりそう。25個食べすぎだろそれは。
コール買い足す予定はもんとくない。食べたくなったらまた美味しいからね。松尾の方ありがとう、ありがとうございます。うん、イベントあと2時間するかな。あと2時間でさ完成させたい。これ明日になったらなくなるかも。それは一日で十何個食べるの。やばほら着ない、まだ来週のために寝てたんで過ごしてしまったおはよう。うん、フォローありがとう。ありがとうございます。完成させたいな。あと、3、4段ぐらいな。もうちょい。用では何だ、チョコボール、なんか違うもの作ってこと、チョコボール、やだよ食べたいあった時に甘いもの、確かに近いね。うん、よかったむず。121人、ありがとう、ありがとうございます、ありがとうね。こんばんは、どうも、あこう完成させてさ、おかしいな、はい、私昨日完成した白いやつはちっちゃすぎたから、今度こそはマック。今日もさ LGS ずっと見ながらさこれ編んでた。もう最近こんな感じで編みながらテレビでさスイッチとか見るようになったからファイアスティーピーで。見ながらゴロゴロしながら編んでた。どういうの方ありがとう。真夏にどう被ってたらまた強化じゃない。いや真夏めっちゃ暑い日はさすがに被んないよ。ダメな方ありがとう。ニット帽ができたらさ、ね、猫耳ニット帽ができたら。次は、なんか、ちょっとバッグ、ちょっとしたちっちゃいバッグ作りたいな。いつもの方も、ふぐちゃんめっちゃ器用だ。やったなんかリップ落ちてるな。一発で糸を針に通すことができます。いや細いとはむずいよ、通んないもん。通しやすくするやつかね、通しやすくするなんかあるじゃん、なんか糸通しみたいなやつ、あれ使う。もうストレスなくできるから、糸通しこんばんは。2度目の方、初音の方ありがとう。
いくらで売ります？これ売らないです。売らないじゃん。投資、違う、糸投資だよ。投資難しくない？糸投資使うのが？あれ作ったら簡単でしょ。通すの。こんばんは。財布はね、指が痛くなってる。痛いところとかないと。半分ぐらいか。大きく作ってるからさ、前回のがちっちゃすぎたからあの編むのが増えて大変。編む量が倍ぐらい、倍まではいってないか。一段編むのがさ、量が増えて大変です。二度目の方ありがとう。よいしょ。まあ、どうも。耐えたから編むの早くなった。確かに2個目だからね、これ。惜しい。慣れてきたよ。夏に黒に糸かぶってたり開きそう。確かに。まだ、でもまだ、今の時期ぐらいだったらかぶれない。糸通し使わないと糸通せないって老眼ですが、いや、むずくない？糸通すの取んないし。なかなかめっちゃ針穴がさ、大きいやつだったらいけるけどさ、ちっちゃいじゃん、どれも。まくない？老眼とか言う以前にむずくない？糸も柔らかいしさ。許可たむず122人ありがとう。たぶんハリーポッター見たことあるよ。見ましたよ私。あれ行きたいんだよね。なんかあのハリーポッターのやつあるじゃん、なんだっけ、ハリーポッターの、ハリーポッターのやつ楽しそう。ロニット、道に合いそう。楽しみ、これ完成が。あなたもローガンズ。やだよ。なんだよ。あ、ローガンじゃないです、まだ。まだ、21歳なんでね。いないんです。ハリーポッターの、ハリーポッターなんかテーマパークみたいなあるじゃん。いろいろ写真撮ったりできると。スタジオツアー、あ、そうそう、それ。これ行きたいなと思ってる。としまえん駅にある。あ、そう。あれです。行きたい。夏物語だと、それは行きたいでしょ？ハリーポッター見たから。 JK のローリングさん書いたやつね。そこ分けなくていいのよ。 JK まあまあ、どうも。また糸足りなくなりそうだな。もう一個ぐらい足さなきゃいけないか。これ今、糸は2個目 ?2 玉ね。あと糸いっぱいだ。あ、こんにちは。こんばんは、どうも。
ギュッとさっきからいっぱいありがとうございます。こんばんは。ポットだって外取れるのなきゃないでしょ。ハリーポッターいるわけない。ハリーポッターキャラクターとかだったらさ、着ぐるみとかなりそう。ハリーポッターはむずいよ、人だから。お、今日が多分123人。ありがとうございます。ありがとう。ねママとも、ママお、フェミーズあるのかな、何が置いたのかかな、まあ、ありそうだよね、そういうのは。行ったことないからなかな、いつか行ってみとう。初見です。初見さんコメントありがとう、ありがとうございます。こんばんは、どうも。だいぶ人ちっちゃくなってきたから、見える、服と服って見えないかな。ユニはね、ユニは、いやでもユニはさ、アトラクションじゃん。写真をなんか、なんか自分と違うハリーポッターの世界に入ったみたいな感じを楽しめるのよ。じゃあ許可たむず124人ありがとうございます。ありがとう。ユニット帽を解いて黒くしよう。いや白なのよ、どうやって黒くすんの。糸当たりそう。あと1個ある、あの糸3つ買ったから、あと1個あります。ほら入る。何段目わかんない、もうなんか段と数えずにやってる。大きさ見ながら数えてないでしょ、何段。大きさ見て17以上は絶対編んでると思う。ダメだろう、これちょっとここまで編み終わったら最後まで。また今着てる T シャツの男、これ毛糸の T シャツじゃないのよ。毛糸の T シャツじゃないからさ、もう溶けないだろうけど、溶けたところでさ、あの雨なんやの帽子を。じゃないんだよな、これ。二度目の方、頭の方ありがとう。この T シャツなんだよ、その、まさか。なきゃあるか。最近だったりしてないよ。一番最初のは土台編むのが緩かったのね、上の方がきつかったからそう思っちゃう。一番でも最後のつなげる目がきつい。でも切ったりと見たくなる。なんか変わっちゃうからと。の解体して編み直した。あ、白いの解体して編み直した一回。結局ちっちゃかったか。16だもん。
17も出なかった。まあ16やった。いつもの方ありがとう。古いセーター解体、え、ない。で、なんで解体させようとするの。あるんだって、毛糸。足りるんだって。これラストじゃないの。もう一個ある、毛糸。向こうに。足りる。いつもの方ありがとう。足りるから、何にも解体しなくていいの。あるんだって別に。今に行きたいと、ユニマには行きたいと思う。ユニマ行きたいよ。近日前。今あんま行ったことないよ。今も行きたい。楽しいよね。ユニマ。じゃあ念のために変えたよ。いらないんだって。十分あるのよ。ケイトは。ご予定は発表します。聞いてません。今日の予定、あ、ショールームの時間10時過ぎぐらいまでやろうかなと思ってます。イベントが10時までだから。予定です。までにもし完成するかな。あと1時間半完成して最後変わって終わりたいな。1時間半であと3段ぐらい編むんだったらいけそう、いけそうかな。あと3段ぐらい編みたい。うん、今日は解体屋さんですか。何解体屋さん。夏尾の方ありがとう。ゴールデンギフトもたくさんありがとうございます。こんばんは、どうも。あお。よいしょ。10時までには完成するかな。でも結構さ、進んできたんだよね。ほら、結構、こう、大きい。二度目の方、初詣の方、ありがとう。こんばんは。買いたかった、買いたかった。何買いたかった。ああ、なんすか。買いたかった分もや。わかんないよ、その分。黒の腹巻きおしゃれ。腹巻きじゃない、上つなげるから。可愛くなるはず。あと3段ぐらい。9時までに3段で、1段私何分ぐらいかかるんだろう。結構もかかってる。結構長いからな、これ1段が。早く編みましょう。イベント最後の1時間カラオケ、あ、確かにカラオケ配信したいよね。忘れさせたいけど、今日かしわ餅食べた。それともちまき。あ、今日ってかしわ餅とかちまきなの。今日はチョコボールですかね。チョコボールかな、食べたの。ちょ、なんか打ってくる。どこ行く。だが帽子なんだよこれは。いいんじゃない。じゃあここの段見終わったらカラオケ配信しようかな。
子供の日だからね。じゃあ子供の日って菓子屋餅とかちまきなの？え、どっちも食べたことないよ、子供の日に。私の家菓子屋餅、菓子屋餅じゃない、菓子屋餅ちまきを混ざっちゃった。チョコボールの結果、チョコボール25個買ってきて1個が銀でした。銀のエンジェル出た1個だけ。今日はチョコボールですね。3箱目 ?3 個目食べてみます。ボール。シャーモチとちまきって違う。違うよ。ちまきはあれでしょ？あのなんかさ、ご飯。シャーモチはお餅よ。ちまき食べ食べ。兄さんがってことあるやん。何それ、何それ、え、そんなのあるの、何それ、初めて聞くんだけど、なんだそれ、こんなものが。じゃあ持ち買おうと思ったけど500円以上したから考えました。やめたんかい。巻き好きだ私。じゃあ持ちはそんな食べないけど、ちまきは好き。なんだ、この前妹とさ、中華街行った時に私はちまき食べた。妹は食べてなかったけど、ちまき好きだから食べた。美味しいよね、ちまき。あ、同様なの？そのこと、ちまき食べ食べ兄さんが、なんだそら、見たことない。みんな知ってる？北海道だからちまき食べる機会があんまりない。私もあんまないよ、ちまき食べる機会。多いと思う。家で食べたことないです。菓子屋餅は関東なんだ。そのこと、子供の日私何食べた？お刺身とか、そんなんじゃない。なんもなんか、なんか3月3日桃の節句はさ、のちらし寿司とか食べてたけど、何食べてたかな。でも弟がいるから何かしらやってたと思うんだけど、覚えてないね。何だ、カラオケで歌ってや。いやいや、わかんないから歌えない私それ。同様、知らないから歌えないよ。関東がかしゃもちで関西がちまきなの。いや、私家でちまき食べたことないよ。食べたことないな。ないです。西日本だけ食べた。私の家は。ちまき、妹とか食べたことあるのかなぐらいのレベル。あるのかな、妹たち。ない気がするな、ちまき。今度聞いてみよう。ちまき食べたことある？夏王の方ありがとう。こんばんは。シャモチの葉の、シャモチの葉っぱは食べないな。私は。比べてタイトルの歌。いや、わかんないよ、言われても。いや、わかんないよ。わかんない。今のルームで知らないことがたくさんあります。特に九州の方。シュのこと？どういうの？あとちょっとで、まだだった。ちょっとじゃなかった。今17段目。でも、何段目って決めずに編んでるから。大きさ見ながら。九州ナイス、白と黒ナイス。何白と黒のって。白と黒のアイス？皆さん劇場で言ってました、アイス。白と黒？白と黒？ブラックボムランとかじゃなくて？そんな白と黒ってイメージないけど、なんだ？何それ？
じゃあ九州のやつだったらあのムースが好き。ムースが好き。ブラックモンブランも美味しい。なんだろう。何アイスとチョコアイスのことを白と黒っていうのが、いやわかんない。え、何白と黒ってわかんないよ。初物の方ありがとう。これかなって想像つかない。 なんだろうね。むずわからない。じゃあムースです。ブラックモンブラン早間に、あ、早間にあるの？あれって九州じゃなくても売ってるの？白クマ？あ、でも白クマ白じゃない？白と黒。あ、白クマとブラックモンブランってこと？どういうこと？よくわかんないけど、その話がわかんないから。あ、そうの方ありがとう。お、よかったむず、125人。ありがとうございます。ありがとう。こんばんは。いつもの方ありがとう。いいね、よかったむず。順調ですね。順調に増えてる。この話を確認してきます。ちょっと離脱します。確認してきてくれるの？一段編むのにやっぱちょっと引っ張るの。でもこの段編み終わったら一旦空消しようかな。までには完成するわ。この帽子。二度目の方にどうこんばんは。ブラックモンブランって東京でも買えるんだ。知らなかった。九州だけかと思ってた。だいぶ毛糸がちっちゃくなってきた。こんばんは。よし、楽しいね。はい、だんだんできてくるのが嬉しい。スーパーで売ってるの？え、普通に売ってるの？九州のアイス。前は売ってなかったよね、ブラックモンブラン。今って普通に売ってるんだ。知らなかった。マカッチャ見たことない。マカッチャはね、なんかドンキで売ってるの見たことあるよ。種類少ないかも。東京の方が売ってる種類、なんかいろいろあるじゃん、マカちゃんって種類が。いろんな味が。割り食べてたら九州人にブラックモンブランやんってつくまれた。いや、もうよ、私もあれブラックモンブランじゃんって思うけど。でもチョコバリ美味しいよね。スイチョコバリ。夏物の方にはあ、
初訪問です。すげー、そのバッチつけた初訪問ないだろ。ダメの方にブラックモンブランの箱のやつ買い置きしてる？買い置きしてんの？だっけ、ギリ足りない、後でまた出さなきゃ。いい感じ見える？さあ椅子もさ、着てる服も黒だからわかりづらいか。今こんぐらい編み終わった、もう少しだね。お下をさ、ちょっと折り返して使うから、折り返してちょっと大きさ見て使って、あとどうだな、2段ぐらいかな、あと2段ぐらい。感じにできてきてる。折り返したら、ちょっと折り返した。もう少しかな、もう少し編んだら完成しそう。よし、糸出さなきゃな。みんなは絶対あと2段だったらこんだけしかない。足りない。そう、よし、あらキュート、よいしょ。ログは入れなくない？編み物だから。刺繍とかむずいよ、俺できない。2段目の方ありがとう。毛糸何メートルだろうね、わかんないよ。猫耳つけるの、猫耳はもうね、あの四角く編んだら猫耳っぽくなる。この帽子、猫耳の帽子なんだけど四角いじゃん、違うのがわかりやすい。なんだろう、猫耳になる。かぶったらさ、ほら角が、なんね、こういうこと、ほら作らない、別で。何歌うか、何歌う、何歌おう。何歌おう。隠し言葉。Ladies and gentlemen, this is 辛い天使ってしね、当たらないんだよ。かんないもん。
麦生米生卵、生麦生米生卵ゲーム。ちょっとマイク真ん中持ってくる。忘れてた。カエルぴょこぴょこみぴょこぴょこ、合わせてぴょこぴょこみぴょこぴょこゲーム。すもももももも、もものうち、もももすもももも、もものうち、イエーイ。もういけるからな。にゃんこ、こにゃんこ、まごにゃんこ、こまごひまごにひひまごにゃんこ、イエーイ。生麦生米生卵、生麦生米生卵、イエーイ。カエルピコピコミピコピコ、合わせてピコピコミピコピコ、イエーイ。スモーモーも桃のうち、モーモスモーモーモのうち、イエーイ。この釘抜きだと引き抜きにくい、あの釘抜きでも引き抜きにくい、イエーイ。ワン、ツー、スリー、ゴー。お、許可たむず126人、ありがとうございます。生麦生米生卵、生麦生米生卵、イエーイ。カエルピョコピョコミピョコピョコ、合わせてピョコピョコもピョコピョコ、イエーイ。スモモモモモモのうち、モモスモモモモのうち、イエーイ。次むずいですね。隣の竹垣竹立てかけた、向こうの竹垣竹立てかけた、イエーイ。見えたよ。いつもの方ありがとう。コーラスのやつかな。次、生麦生米生卵、生麦生米生卵、イエーイ。いやいやカエルピョコピョコミピョコピョコ、合わせてぴょこぴょこみぴょこぴょこ、合わせてぴょこぴょこ。イントネーションがわかんない。つももももも、もものうち、ももすももも、もものうち、イエー。なかなか泣かないカラスが泣いた、泣くのはカラスの勝手でしょ、イエーイ。イエーイ。難しいな、覚えちゃった。最後のやつ。よいしょ。ありがとうございました。あ、ザモの方ありがとう。うん。次何歌ってるし、何がいいですか。合間に編んでいこう。今日の配信で完成させたわ、これ。あと2、3段ぐらいかな。3段ぐらいあんだら完成する。タオの勝手でしょ。タオの勝手、私のなんかでしょ。こんばんは。アンドレナリン、アドレナリンする？次のまでアンドレナリン。アンドレナリン歌。
アドレナリン量。あ、ツムの方ありがとう。ポンポンポン。じゃあ後で。近頃わて全然眠れないよ。エネルギー余ってる。勉強スポーツ部活だけ疲れないよ。パワー全開。恋でもしてればハートが燃えたいかもね。ところが周りにはときめくこともないし、月に向かって吠えるだけ。思春期のアドレナリン、症状はいつだって最強。不可能なことはない。 Once in the time 駆け巡るアドレナリン、今なら空だって飛べる。今何をするべきか。 Once in the chance 歌って踊れ。 Oh 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 oh突然も挑戦力で走ったりを叫んでみたくなる。家族も仲間も猫みんな呆れてる。ギラギラ眼、夢中になるもの、もちろんいっぱいあるけれど、やること空回り、気持ちがいいんだなってく。呼んだば切るぞと独り言。制服のドーパミン、少女は知らぬ間に成長。向かうところ敵はなし。 Once in the go 黒髪のドーパミン、今なら何だって勝てる。何しても許される。 Once in the park歌って踊れ。 Oh 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 oh。 急げ力を試すんだ、急げ切れるぞ賞味期限。何かあらなきゃもったいない。正義のために行け、今だ進め未成年。2番目の方ありがとう。月に向かって向かって叫ぶだけ。思春期のアドレナリン、少女はいつだって最強。不可能なことはない。 Once in the time 歌って踊れ。 Oh 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 oh。急げ力を試すんだ、急げ切れるぞ賞味期限。何からなきゃもったいない。正義のために行け、今だ進め未成年。ありがとうございました。今日がたむず128人、ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。よいしょ。次なんだっけ、ポンポンポン、これだけはもう終わんないか。え、これさ、終わると思う、あと1時間ぐらいで。じゃ微妙なとこだな。終わらせたい、安心させたいよ。こんばんは、どうも。からけないのに、そう、みも。終わらせたい、今日の配信で。何編んでるの？ニット帽ですね、小耳のニット。今日の配信で多分、頑張れば完成できる。次は頑張る。
あとね、3段ぐらい編んだら完成できそう。大きさは多分めっちゃいい感じ。こんばんは、こんばんは、こんばんは、どうも。あと1回編んだら歌おう。SNS にも載せるできたら、あ、じゃあ今度これかぶって出かけた時に写真撮っとくよ。次編んだらって言ったらまた次始めちゃった。まだ編んだらにしよう。よいしょ。パラケナイマジイベント終了までに。そうだよね、まあ、ずっと編めばいけるけど。もしスキープをして、もしあの街の真ん中で夜空で空を見上げたら、もしもあの街のどこかでチャンスがつかみたいのなら、まだ泣くのには早いよね。ただ前に進むしかないわ。いやいや、ポンポン出してしまえばいいの。全然しないのつまらないでしょ。ヘッポンかけてリズムに乗せて、ウェイウェイ開けて私の道をポンポン進む。いろいろなことどんどん来てる。あなたの気持ちポイポイ捨てる。悪い子は誰、そうそういい子。Are you make me happy every day, pon, every pon. Merry go round, 乗りたいな。Every day, pon, every time, pon. 多分そうなんじゃダメでしょ。ポンポン出してしまえばいいの。全然しないの、つまらないでしょ。ヘッドホンかけて、リズムに乗せて、ウェイウェイ開けて。私の道をポンポンウェイウェイウェイポンポンウェイポンウェイポンポンウェイウェイポンポンポンウェイウェイポンウェイポンウェイウェイポンポンウェイウェイウェイポンポンウェイポンウェイポンポンウェイウェイポンポンポンウェイウェイポンウェイポンウェイウェイ。きついこの曲。バイバイ。買い物しながらカラオケしてないよ。やめてるよ。危ない。いつもの方ありがとう。あの交差点でみんながもしスキップをして、もしあの街の真ん中で手をつないで空を見上げたら、もしもあの街のどこかでチャンスがつかみたいのなら、まだ泣くのには早いよね。ただ前に進むしかないわ。いやいや、ポンポン進む。いろいろなことどんどん来てる。あなたの気持ちポイポイ捨てる。悪い子は誰、そうそういい子。You make me a happy every day, ポン every time, ポン。メリーゴーラン乗りたいの。エブリデポンエブリデポン。多分そんなんじゃダメでしょ。ポンポンウェイウェイウェイポンポンウェイポンウェイポンポンウェイウェイポンポンポンウェイウェイポンウェイポンウェイウェイポンポンウェイウェイウェイポンポンウェイポンウェイポンポンウェイウェイポンポンポンウェイウェイポンウェイポンウェイウェイポンポンウェイウェイウェイポンポンウェイポンウェイポンポンウェイウェイポンポンポンウェイウェイ
ェポンウェポンウェウェポンポンウェウェウェポンポンウェポンウェポンポンウェウェポンポンポンウェウェポンウェポンウェウェきつい。疲れるよこれ、高いし早いし疲れる、高い。チョカタムズ129人ありがとうございます。ありがとう、ありがとうね。初オモの方、2度目の方もありがとうございます。いいよ、ジャストダンス最近やってます。やってないよ、ウィーやってない。ウィーやんないな最近は。パソコンのゲームしかやってない、エペしかやってない。たまーにストロークぐらい。エペさ、あれだよね、そろそろスプリット切り替わった、シーズン切り替わった。いつからだっけ。どうもの方ありがとう。絡まってた。ウィトンさんが縮まりだした。あ、本当だ、強い。PC に音ゲーあるんじゃない。いや、わかんないけど、私は音ゲーはそんなやったことないよ。ヤストダンスは音ゲーではない。踊るから。音ゲーってあれだよね、リズムじゃ、なんか音楽に合わせてさ、ボタンを押すみたいなやつだよね。ボタン押すやつでしょ。そんなやつはない。あと3日か、あと3日あれか、ゴールドまであとちょっとなんだよね。やろう、エペランク配信終わるまで。アツアムの方ありがとう。次何歌う？何がいいですか？さん以外の人が発信してる。あ、そうなの？ママとも遊びに来たよ。ありがとう。何がいいと思う？次。歌うの。こんばんは、京香ちゃん。こんばんは。こんばんは。ちょっと気づかない、もも。じゃあな。私何歌えるかな。何歌おう。アイスが知ってそうなやつ。トマト幽霊、ヨルシカさんの歌にする。歌うの方ありがとう。だったらまだ歌えるかな。うん、間違った。僕は明日遠くの君を見に行くんだ。その後はどうしよう、きっと君には言えない。
と一緒が本当だ幽霊になった僕は夏の終わり方を見に行くんだ。六畳の地球で最高のバスで、で、うん、地球で、うわ、もう覚えてない。よかった。街の薄明かりが揺れてる。何も見えなくて、何も言わなくて、誰も聞かなくたって、それでもわかるから。君と座って、バスで見上げた空が青いことしかわからずに雲が遠いね、うん、夜の雲が高いことほど不思議だよ。だからさもういいんだよ。だめなありがとう。幽霊になった僕はあの頃の景色を見に行くんだ。遠い街の海辺、子供の時見た露天街、歩き疲れた足でそこらのベンチでバスを待って、その後はどうしよう、なんで歩いてたんだろう。何も知らなかった、何も聞けなかった、いつか君が忘れてもそれでも見ているから、夏の影に座って入道雲を眺めるだけでどこか苦しくて、雲が高いよね、このままずっと遠くに行けたらいいのにな。夜しかもう眠れずに、サムの方ありがとう。ケンさんコメントありがとうございます。許可たもつ130人ありがとう。見えたね。君と座ってバスで見上げた空が青いことしかわからずに雲が遠いね、夜の雲が高いことほんと不思議だよ。だからさ、だからさ、あー、わかんない、キーもさもういいんだよ。あつもの方ありがとう。幽霊になった僕は明日遠くの君を見に行くんだ。その後はどうだろう、きっと君には見えない。またありがとうございましたありがとうございました。覚えておこうこれ最近聞いてなかった。
泣いてダメだ。パチパチわぁ、ヤマケンさんゴールデンタワー、ヤマケンさんゴールデンタワーありがとうございます。ありがとう、ありがとうね、ありがとうございます。ありがとう。お、花火、花火、180万ポイント達成だ。うわぁ、ありがとうございます。ありがとうね、みんなありがとう。ゴールデンタワー、ありがとう。ありがとう。ヤマケンさん、あ、絶対更新した。いつも時間ないです、申し訳ないけど、たまにはね。ありがとう。いやいや、いつもね、来てくれるだけで嬉しいですよ。ありがとう。ゴールデンタ。ヤマケンさんゴールデンタワーありがとうございます。ありがとう、ありがとうね、ありがとうございます。いつもありがとう、うん、ありがとうね。ありがとうございます、ありがとう。こんばんは、たまん、よいしょ、ありがとう。みんなもゴールデンギフトをたくさんありがとうございます。ありがとうね。何を解くの？やくそ、いつもありがとう。ありがとう。次何か歌ってほしいな。やばいっすか？まあまあ、たま。何歌ってほしい？アイドル。あれ歌える気がしないんだけど、私めっちゃ難しくない？あれって難しくない？だってふっ難しいよ、あれは。歌える気がしない。何だろう、子供の日だから柏餅買っていた。みんな柏餅食べるの？まあ今日もチョコボールです。カノオの日関係ないけど、先生チョコボール、完璧君のね、希望について回答書、何それ、アイドルって先生、アイドルさんちょっとしか聞いたことないんだけど、あんま分かんない。何でしょう。あ、どうもの方ありがとう。チョコボール買うの焦った？買おうと思ってたの？チョコボールなんか出た？昨日の？昨日は25個開けて1個だけ銀のエンゼル。うん、1個だけ。これは外れのやつ。
見ての感じもらえる？いや、まだね、銀のエンゼルだから5枚いるの。まだ5枚ない。え、何歌おう？何にしよう結局何の歌？銀かい、銀だよ銀。金は出ないよ。金は。あと3つだ。アラメチョコレート、多分自分まで銀しか出たことないよ。ないんかい、銀ないんかい。チッパーだなぁ。サマーチョコレートにしようかな。出るかな。めっちゃ高いからこれ。でも2個下げて、高すぎて出ないから。金は自分で、金ってなかなか出なくない？サマーチョコレートドロドロドロリーベイビー、とろけちゃってキャッチミーダーリン、ピュアピュアココアふわりキュルキュル、なんか眠れない夜にはお散歩、特別パーティータイム、二人きり、あの角曲がればベンチしかない公園だよ、蒸し暑い空気の中迷い込むんだ、コンビニちょっと寄り道、アイスじゃなくってこれがいい、可能酒ほろ酔いウィンクでストロングリキュールじゃも酔えない、ラブで潰してお願いお砂糖はマシマシで、飲みやすさとかいらない、灼熱でさ溶かしてごくって飲んで、癖のある私のことを大事にしたいよね、サマーチョコレートベイビー、とろけちゃってキャッチミーダーリン、ピュアピュアココアふわりキュルキュル、ちょっと寂しい帰り道、フラフラ特別ボーナスタイム、手をつなごう、大きめ T シャツ君に借りた、ありがとうって匂わせみたいにして、困らせたいんだ、コンビニまた酔っちゃって、もう一本だけの弱いやつ、トゥルトゥルリにメロディー、テンパリングが大事、暑すぎでも飽きちゃって、冷たいのはダメ、大変な私をプレシャスにして扱って、ビタンサウンドお酒でシュワシュワシュワ、愛は伝えなきゃ届かない、恋してる証拠にここで充填して、
夜空のグラスにキラキラこぼして、息もできないくらいにもだってだって恋に溺れて、君の熱で溶けたら目食べてよ、手にベトベトついちゃって、一緒一緒かな、酒腹酔いウィンクでストロング、リキュールじゃもう酔えない、ラブで潰してお砂糖はマシマシで、飲みやすさとかいらない、灼熱でさ溶かして濃くって飲んで、癖のある私だからさ、君が選ばれたサワーチョコレート、ドロドロドロリーベイビー、とろけちゃってキャッチミーダーリー、ピュアピュアここはふわり、キュルキュル夏ありがとうございました。ふぅ高い、こんにちは、こんにちは、間違った、こんばんはこんにちはね、忘れちゃった、こんばんは。初音の方ありがとう、2度目の方もありがとうございます。こんばんはどうもん、いや、ふぅ、よかった。金のエンゼル出たらホラーゲーム、やだよ。それなら金のエンゼル出てほしくないよ。600人ね、許可たまず600人いったな。ね。もう、言ってたから前に。こんばんは、たま。みんなパチパチありがとう。よいしょ。こんばんは、たまん。ゴールデンギフトもたくさんありがとうございます。飲み物終わるかな、終わんない気がするな。明日までに完成させるよ、明日の配信までに。そのとこ。糸も足りなくなってきちゃったし、来月は来月なんで、カタムズが600人いったらよ。こんばんは、たまん。たまん2度目の方ありがとう。次何歌ってほしい、何がいい、イベント終了したらゆっくり会いましょう、確かに。え、楽しみ、ね、私も楽しみ、完成。二度目の方ありがとう。次何がいいと思う？次の。歌うやつ。今月は500人行くから、来月？いや、行くか分かんないよ。行くから。行くの？わかんないけど、先月400人いたよ。今月は、もうわからないからさ。今月は行くから。確定なんだ。こんばんは。ラマン。ちょっともうなくなってきたの。あ、ないとするぞ。何太郎にする？何太郎歌う？あとこんだけしかない、ちょっとキャメルか、後で持ってこなきゃ、黒い毛糸。これで次の、もうこれ蓋タワー
もうちょっとだな。ムタロ締めに聞きたい。また締めにする。とりあえずさ、ケイト持ってくるわ。そこにあるから、待ってて。持ってきた、新しいケイト。よいしょ、意外と使うね。結構使う。よし。結べるかな。うわ、もう覚えたかな。2回ぐらいやったから、このマムやつ。なんかあるのよ、結び方が。どうだったかな。合ってるかな。上だったっけ、次。え、どうだったっけ。どうだった気がするな。上から下で2個通して、許可タムズ131人、ありがとう、ありがとうございます。で、これで左右に引っ張って真ん中に来ればって、あ、待ってください。で、これのようにしたらいける。もう覚えたわ、糸のつなぎ方も。危ない、これから編む方切ろうとしてた。余ってる糸じゃなくて。危ない。できた。で、ほら、繋いだ。わかるかな。伝わる？伝わってるかわかんないけど。フォローありがとう、ありがとうございます。2度目の方ありがとう。いただきゃんとこ、何歌うんだっけ結局。ハム太郎だっけ。でもハム太郎締めがいいんだっけ。なんだっけ。なんだったっけ。どうします、何歌う。いい感じ、帰れた。次の糸に何目わかんない、分かんなかった。なんだろう、もう見えないからな、つなぎ目はもう。これでよいしょ、これでどんどん編んでいけばいいの。だいぶ近くなってきたよ、完成が。ほら見て、あともうちょっと編みたいぐらいじゃん。おいしい、悲しい。楽しい。最初の方大変だったけど、なんか鎖編みが表裏がさ、なんか普通にさ、ずっと同じ編み方してんのに、なんか途中で変わっちゃうっていう。なんでだろう。え、結局何を歌う、何にする、みんな何がいい。初音の方ありがとう、こんばんは。あんたもいいじゃん、どうも、やっほー。どうもの方ありがとうございます。どん。山田さん、資源に終わる。余ってる今、編み物に。楽しいよ。だんだん、できてきてて。野菜シスターズ。野菜シスターズにする？今何なんですか？今18ぐらい？いやもうね、数数えてないからわかんない。さっき数えた時で17段目あってて、もう次の段編んでるはずだから、確か、18ぐらい。
動画は17段だったけど、ちょっと網針が違うからなんか大きさ見ながら編んでいくことにした。シンクロときめきは絶対ないな、ないな。いつもの方、2度目の方、ありがとう。優しいスターズにする。扱い男子はいけるよ。何がいい、どっちにしよう。おはようチャレンジ、優しいスターズにするか。優しい、最新スタッフ。好きな野菜ナス以外で、キュウリ、トマトとかも好き。玉ねぎも好きな。おはよう。P E G E T A B L E S 野菜。Wow wow wow sisters。Yeah yeah。トマト、キャベツ、人参、かぼちゃ。赤ピー、魔法、ほうれん草。ナスにごぼう、玉ねぎ、セロリ。ブロッコリー、大根。太陽昇って。眩しい朝だよ。今日も一日力合わせて頑張ろう。野菜、ウォウォウォウシスターズ。みんな、ウォウォウォウ集合。イエイエイ。紫芋、クレソンレタス、小松菜、ビート、アスパラガス、ケール、パセリ、明日も生姜、プチベール、もらへんもね。いいことありそうな、晴れ渡った青空、今日も一日ハッピー、笑顔で行きましょう。畑から集まった25種類の少しかないいものを持ちしようって、元気の20丸あげよう。 PEGEA, B, L, S 幸せな時も、そうじゃない時も、今日も一日夢を信じて頑張ろう。仲がいい私たち、25種類の長所がある、大自然に育てられた元気の20丸、レッツゴー。野菜、ウォウォウォウシスターズ。みんな、ウォウォウォウ集合。イェイイェイ。菜、ウォウォウォウシスターズ。野菜、ウォウォウォウシスターズ。イェイイェイ、イェイイェイ、イェイイェイ。じゃん。ありがとうございました。
おはようのタイミング覚えた。おはよう。のところ。ありがとうございました。夏目の方ありがとう。二度目の方もありがとうございます。こんばんは、たま。100点。嬉しい。嬉しい。やった。100点だった。よかった。こんばんは、たま。やっほーん。ぜひ朝配信で。配信。使えたら。そうね、おはようだから。ちょうどいいしね。カラオケの合間に合う。そう。終わらせたい、これ。あとちょっとなんだよね。次何がいいと思う？初恋ダッシュにする？さっきあった。初恋ダッシュとか。5時配信だと5時配信できるとできるか私が私ができるか朝配信できない気しかしないんだよ朝配信かまあいつかねまあランダムにおはようボイス投稿いつかね5時配信は見ません見ないんかいないんかい。ゴールディゲットありがとう。じゃあ、初恋出しにしよう。ちょっともうちょっとでさ、ここの段終わるから、ここだけ。余せて。9時頃なんとか、やんないよ、最初。ワンバンコ、ワンバンコ。フロアさんでにとファンルームにおはようボイス投稿。フロアさんでに今何人だ今1000じゃない、2110人。3000人いたらね、覚えてたら。覚えてるかな朝弱いの朝弱いよ。めちゃくちゃ夜型だよ。夜型とかじゃなかったら3時までゲーム配信なんてしないから。めちゃくちゃ夜型ですね。朝は苦手ですね。寝るの好きだし。夜型だし。あ、今日がタムズ132人。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうね。じゃあ、初恋出し歌おうか。おまかつけたらね。2度目の方ありがとう。あーつこい、あれつこいだし出るかな。お米高いよね。怖い。やりました。憧れの先輩は学校中の人気者、周り取り巻きがいてガードが硬すぎる、ハートに近づけない。教室を覗いたりサッカーの練習見たり、帰りに待ち伏せしたり、遠くから恋愛中、残念な片思い。好きと言ってみたいけど今は言えない。恋は長期戦。 Let's go。 渡り廊下で追いかけて
気になるとじっとしていられない、彼の顔見られれば毎日がハッピー、ジタバタの片思い、話しかけてみたいけど胸がいっぱい、恋は空病もの、レッツゴー、渡り廊下で微笑んで気づいてほしい、初恋ダッシュ、告られる人、告る人、みんな走って青春で、133人ありがとうございます、ありがとう、ありがとうね、2度目の方、初思うの方もありがとう、こんばんは、どうもありがとうございました。初恋だし、はいね、この曲2度目の方ありがとう。かわいかった、よかった、一緒にお手洗い行ってきていい？行ってくるわ。お、よかったムズ。134人ありがとう。ありがとうございます。ありがとうね。待ってね。行ってきます。
ただいま。よいしょ。ただいま。あ、ゾムの方ありがとう。めっちゃ絡まってるんだけど。なすぐ絡まる。よいしょ。次何歌おう。何がいいと思う？怒ってどっか行っちゃったのかと思った。怒って小姫を置いてどっか行くの、それはそれで可愛いな。ちっちゃい子みたいなの。違いますよ。パンサーにする？パンサー？クマのぬいぐるみ？ぬいぐるみ歌えるかな？クマのぬいぐるみってやつだっけ？シュービドゥービーみたいなやつだったっけ？違ったっけ？あれ違ったっけ？パンサーにする？うん、そう。クマのぬいぐるみ投げてくる。あ、来る。ないわ、クマのぬいぐるみ。そういえば入ってなかった。前調べたの。確かに入ってなかった。盆栽料か。F。 ああ、入れます。アンサー入れた。好きになってもっと私を見てもっと恩返しは愛のこもった投げキスで、気のせいじゃない目は合ってるよ、ハート作って恋しちゃってください、やれること何でもします、 NG なしで体当たり挑戦、エゴサで見つけたアンチの米、ふざけんな誰よりわかってるし、でも大丈夫、ここに立てばみんながいる、好きになってもっと私を見てもっと恩返しは愛のこもった投げキスで虜にする、もっと夢を見せる、もっと楽しい愛のこもったスペシャルナイト、ファンサしちゃうぞ、うん、2度目の方ありがとう。いつもの方もありがとうございます。お手紙も書いてください、何度も読んで宝物にします、スキャンダルまだ早いけど裏切りません、宣言しときます、嫉妬嫌がらせには負けない、ふざけんな実力で勝ってやる、だからやめない、負けず嫌い私はいる、拳上げてもっと汗をかいてもっと恩返しは愛のこもったタオビームで大歓声、もっとまだまだね、もっと受け止めてね、愛のこもったわがままソング、ファンサしちゃうぞ、ああ、終わりが近づく寂しい
しいのに泣きそうだよ。次も次もまた会えるようで約束。今日カムベーも言ったよちゃんと。まあ言ってたからね。優しさに溢れている言葉も、心ない誰かの言葉さえも、必要なんだ必要なんだ、強くなろう。好きに叫べ、もっと楽しんじゃえ、もっと忘れないで、特別な日になりますように。共に歌おう、ずっと共に歩もう、ずっと愛言葉はとびっきりの LOVE。 好きになって、もっと私を見て、もっと恩返しは愛のこもった投げキスで虜にする。もっと夢を見せる、もっと楽しんでって、愛のこもったスペシャルナイトファーストしちゃうぞ。LOVE。 ありがとうございました。よかったむず136人ありがとう、ありがとうございます。初音の方、2度目の方もありがとう、ありがとうね、ありがとう、いなありがとう。36人いっぱい、ありがとうございます。ありがとう。もうちょっとイベント終わっちゃうな。なんか歌って終わりたい。何がいい？感想歌ったから。何がいいですか？うん。タコいっぱいありがとう。金タコ。あ、ハム太郎にする。いいね。ハム太郎ね、ラスト10分ぐらい？走るよハム太郎、隅行こう走るよハム太郎、大好きなのはひまわりの種、やっぱり走るよハム太郎、はいはい、どうとこ回るよハム太郎、会社を回るよハム太郎、大好きなのはひまわりの種、回ると嬉しいハム太郎。とうとく眠るよハム太郎、どこでも眠るよハム太郎、大好きなのはひまわりの種、やっぱり眠るよハム太郎。とうとこかじるよハム太郎、なんでもかじるよハム太郎、歯磨きしたら幸せいっぱい、明日もかじるよハム太郎、まだまだ。とうとこ潜るよハム太郎、どこでも潜るよハム太郎、暗闇の中どこでも行ける、潜ると
ち着くハム太郎、戦う溜めるよハム太郎、ほっぺに溜めるよハム太郎、大好きなのはひまわりの種、25個入るよハム太郎。ハムハム戦う隠すよハム太郎、どこでも隠すよハム太郎、落ちているもの大切なもの、隠して忘れるハム太郎。戦う洗うよハム太郎、前歯で洗うよハム太郎、毛並はいつも艶やかなのだ、ピカピカ気分のハム太郎。戦う生きるよハム太郎、自由に生きるよハム太郎、大好きなのはひまわりの種、どこかで遊んでるハム太郎。あ、よかった、もう137人ありがとう、ありがとうございます、ありがとうね。最高すぎる、やったじゃじゃーん、よいしょ、ありがとうございました。ハム太郎ありがとう、二度目の方ありがとう。お腹すく、お腹すいた、ハム太郎で、ハム太郎でお腹すいた。ありがとうございました、ハム太郎。最高だ、よかった。よかった。ハム太郎。そしてハロウィン、ハム太郎でお願いします。先すぎて覚えてられないよ。まだ5月だよ。ハム太郎聞くと泣ける。嘘でしょ。あ、どこで泣ける？懐かしすぎてってこと？懐かしいけど、ハム太郎。何歌おうかな？何がいいと思う？何がいいかな？誰がハム野郎だ？言っちゃないよ、そんな歌。言っちゃないよ。言ってない。ハム太郎コール一緒にやります。ハム太郎コールやってくれてる？みんな。はい、せーの、だっけ。いい終わりだったね。あれもだよね。くるよ。ハム太郎コール。うん、ゴールデンダルマいっぱいありがとうございます。みんなありがとう。ハム太郎コール。うん。え、何歌う？次。何がいいと思う、何がいいと思う、ビンバンバン、ブリンバンバン、ブリンバンバンにする、イベント終わる時間にする、配信の終わり、どっちがいい、配信の終わりか、イベント終わりがいいか、どうする、ちょっとチョコ、配信はね10時過ぎ、15分ぐらいまでやろうかなと、10分ぐらいランキングなんでゆっくり読んで15分になったら終わろうかなって感じ。いや、ブリンバン歌っちゃうかも、今日は違う曲で終わるじゃん、今日ラスト、本当のラストの曲。今歌っちゃいましょうじゃん、今日は言えるかな？ブリンバンバン。よし。
地と牛で争うて、研究検事で明らかもて、反則異次元可能なもんではないです。無理げ、それ聞いてないて、ライバル口を揃えて、ライバル口を揃えて、バグで紛れ、見た目で絶対、マジでこれはもう全部の意味で。イサミ、イサミ、やい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 、ブリンバンバン、ブリンバンバンボン、ブリンバンバン、ブインバンバンバン、実力を発揮しきる前に、相手のが爆れてくるらしい。あがきるハードルビラーピー、明らかにダンスピカイチ、相変わらずタッピーしてる前に。だるなのヒーカリーもいらないもん、アイスよりアイスいい。俺パッと見的ないいことばっかりだけど、ベリーハッピー、呆れてる呆れてる周り、恵まれてる家族友達。もう反則的立ち位置、みんな俺に任せとけばいい。教科書いない問題集いない、ちょバッタなまじない。鏡よ鏡、答えちゃって。Best. Oh yeah, ななみのまま蹴るとこまで。ふだ一番で。なしんげんぶんばんばんぶんばんばんぶんばんばんぶん。ぶんばんばんぶんばんばんぶんばんばんぶん。ぶんばんばんぶんばんばんぶんばんばんぶん。ふだ一番は。えいで、俺のままでいるだけで上限。えいで、誰も口挟めない。えいで、俺のままでいるだけで上限。えいで、誰も口挟ませない。いや、受ける気もない、前科もない余裕で。この存在自体が文化財な脳みそ。高級車はカール、免許はない愛車。全国各地ラス一品、このベロがブリンブリン。バレットなら満タン、関西なまり、飲みのことだま、音楽家運修の女神、小山さん、またバンバ、漫画みたいな体とまんまで入られてしまってる漫画、圧倒的力、この頭と口から、この体、タトゥーは入ってない、この面に傷もついてない、繰り返しやらかしてくためしが、ガスに年輪を刻むしは、うんうん、バンバン、俺の真似ブリンしてパンしてパンするために一本してきた日本、鏡よ鏡、答えちゃって、花火、おや、ななみのまま蹴るとこまで。つらい一番で。なしんぎんブリンバンバンブリンバンバンブリンバンバンボン。ブリンバンバンブリンバンバンブリンバンバンボン。ブリンバンバンブリンバンバンブリンバンバンボン。つらい一番で。えいで、俺のもでいるだけで超フェス。えいで、誰も口挟まない。えいで、俺のままでいるだけで直接、えいで、誰も口挟ませない。ありがとうございました。あと、イベントも終わったかな？今。歌いながら終わっちゃった。ありがとうございました。イベントも、ありがとう。あ、待って、イベント6位で終わってるかも、私。待って。イベント6位になってる。あ、赤仮面。アクションカメラ抜かされちゃったっぽいな最後。アクションカメラ無理だったかも。ありがとうございました。6位っぽいな、イベントアクションカメラ狙いなんだね。もう厳しかったか。6位だから。なん、どこだから、どこ。6から8だから。マギフ1万円とかまでのところか。ぽいね。残念。5位じゃなかった。5位で終わったかと思ってた。二度目の方、初めの方、ありがとう。あら。ね、5位だと思ってた。6位って書いてあるわ。過去イベントのとこ見たら。6位か。手配として買おう。まあ、なんか違うカメラ買うか。普通に。うん、仕方ない。6位だから。マギフ1万円。マギフ1万円がいいかな、これだったら。ストリーミングデバイスって、あれかな、なんか前はこれ Fire Stick だったんだよね。Fire Stick TV。このストリーミングデバイスって名前の、確か。それをギフトコンデンサーのマイク。マイクあるしな。
あ、マギフかなこれだったら。でも結果は明日だから変わるかも。まあ、もしかしたらね、ワンチャン。ワンチャンあるけど。ママーンとも。明日からも、イベント違うの出るつもりなんで、明日からもよろしくお願いします。6位だった。5位かと思ってた。残念。新しいイベントもいっぱい出てるな。次のイベントはね。ちょっと待って。イベント。アフターゴールデンウィーク?出ようかなと。アフターゴールデンウィーク。アフターゴールデンウィークイベント?出ようかなと思ってます。アフターゴールデンウィークってやつ、これかな。ファインデアと思ってます。アクションカメラって動画撮れないカメラで、アクションカメラ動画撮れるよ。撮れる。配信23時まではしない。10時10分になったらランキングで15分頃に終わろうかなと思ってます。次のイベントはランキング?総合のランキングは、クオカードペン。で、ギフトランキングだって。ゴールデンダルマのランキングは、なんか、お肉のカタログギフトとか、美顔器カッサとか、ヘアオイル、ハンディファン、アイスキューブ。で、ゴールデンエンジェルクマの方が、豪華カタログギフトとか、ワイヤレスヘッドホン。ワイヤレスヘッドホンいいね。とか、電動頭皮ブラシとか、シルクの枕かとか、ソロ付きタンブラーがもらえる。です。カメラ今度買いに行くか。いつもの方ありがとう。カメラ6位か、悔しい。6位か、5位以内で終わったと思ってたわ。ファンタムの方ありがとう。みんな応援ありがとうございました。ありがとう。カメラより1000円の NX90 買った方がいい。アマゾンってそのなんかカメラショップみたいなとこ行って、どれがいいか聞いて、アマゾンで買おうかなと思ってた。アマギフ使って。全部はさすがに無理だと思うけど、アマギフでちょっと安くして買おうかなと思ってた。最後まくられたね。まくられたな。ありがとうございました。イベント1週間ありがとう。終了間際かなり接戦。あ、そうだったの?全然見てなかったポイントさ。ね、カラオケ画面開いてるとさ、見えづらいんだよね、すごい。半分になっちゃうから、画面が。もう見えてなかった。ありがとうございました、1週間。13万差ぐらいあった？いや、わかんない。私、見てない。ポイント。わかんないや。よいしょ。ありがとうございました、イベント。これ明日、完成させよう。明日完成させて。夜配信で見せるわ。ニット帽。あとちょっと、あとちょっとじゃない、ほら。いい感じです。楽しみね。サイズは多分大丈夫。これ、このさ、これとあんま変わんないから。ありがとうございました、イベント。
また明日からもイベント出るつもりなんでよろしくお願いします。ちゃんと出来上がりそうよ今回は。いい感じに。ちっちゃくはならなさそう。何だろうと我らの一位山田君が優しい、ありがとうね。パンダはでかすぎだなんてことないと思う。だってこれと同じぐらいのサイズなんだもん。これこの猫耳これでかくない、ちょうどいい。この後はツイッチは今日はやらない予定です。思ったより間違えてない、間違えてない、大丈夫よ。あ、いつもの方ありがとう。元気出して次頑張ろう、次頑張ろう。次のイベントアフターゴールデンウィークってやつに出る予定です。まだ応募してないな、今応募しちゃえ。はい、今応募した。これで出てるかな、次のイベントみたいな。あ、開催中だから出ないか。同時視聴なし、同時視聴だって7時半だっけ、違う、6時半からだから7時くらいからでしょ、試合。朝。いや、早すぎ。同時視聴無理かも。配信じゃない。試合見る予定ではいるけど。なんとか。白も作りますか、白。どうしよう。もう、このちっちゃいのが出来上がって、もう1個作ったら満足しちゃうかも、黒が。ちっちゃいからな、これ。次、朝なんだよね、決勝が。この後すぐあったらよかった。昨日みたいに1時何分とか。ね、あったよ。いつかその悔し涙がきっと報われる？あ、泣いてる私、もしかして。いつの間に気づかなかった自分泣いてる。よいしょ。みんなに遊びに行ってる？泣いてないよ。ポケミョンのさ、これ。この前で割れてる。ああ。外れそう。よいしょ。あ、12分だ。そろそろランキングもかな。じゃあそろそろランキングを読みたいと思います。13位からランキング読みます。13位、バトニーさん、ありがとうございます。次、12位、お豆さん、ありがとうございます。11位、まさひろさん、ありがとうございます。10位、かねやんさん、ありがとうございます。9位、かざとまく、きょかたむずさん、ありがとうございます。8位、ティンさん、ありがとうございます。7位、ゆでんさん、ありがとうございます。6位、りょうさん、ありがとうございます。5位、おうまさとまく015さん、ありがとうございます。4位、やすさん、ありがとうございます。3位、きんしんさん、ありがとうございます。2位、やまけんさん、ありがとうございます。そして1位が、フロマンさん、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうね。ありがとうございます。
ありがとうございました。今日もありがとう。みんな見てくれてありがとう。二度目の方に。うん。ありがとうございました。イベントもありがとうございました。6位。ありがとう。目標の順位には届かなかったけど、ありがとうございました。最高順位だって3位ぐらいじゃない？最高。じゃあだっけ？一瞬1位になったか。一瞬1位になったっけ？1位にはなってないか。最高3位ぐらいか。違うイベントか、それ。ありがとうございました。ありがとう。また明日からも違うイベントに出る予定なので。明日？来週？からもよろしくお願いします。来週もよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうな。じゃあそろそろ終わろうかな。また明日は、明日はイベント初日だから、お昼やってもポイント入らないから、夜する予定です。夜の一回配信かな。じゃあそろそろ終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうね。じゃあまた明日の配信で、おやすみなさい。また明日。バイバイ。ありがとうございました。おやすみ。またね。